いやーなんか黒系のスニーカーが欲しい気分なんだよなしゅんさんが言うように白系のスニーカーは持っていて便利だし着回しもしやすいんだけども一方で黒みたいなものもシャープで良さそうな気がするんだよなブラックのパンツと合わせれば足長効果もありそうだしそもそも白系のスニーカーに比べると圧倒的に汚れも目立ちにくいからまあ一足あと便利かなと思うんだよなただあんまりにも選択肢が多すぎてどれを買えばいいかわからないから誰かバシッとおすすめの大人に合う黒スニーカーを教えてくれる とっっていないのかなと思っていいななののか思る皆さんこんこにちはスタリストのしゅんです今回の動画なんですが大人に合うう黒スニーカーーカ5000とといいいテーマでお届けをしたいなと思っています、まあ、冒頭にもお伝えした通り黒系のスニーカーを探している方は結構最近増えてるかなと思うんですね僕の中では結構白系のスニーカーを押すことが多かったんですが、まあ、これはですねもう王道で絶対あった方がいいのは間違いないんですが、まあ、もうちょっとバリエーションを出すという意味で白の対極にあるようなブラックですねシャープに見えるしなおかつ汚れも 目立ちにくいので一層買うと便利なのは間違いないかなと思うんですねしかも最近はですね黒系のスニーカーのですね勢いがちょっと増していまして選択肢もだいぶ増えてるんですねそこで今回の動画ではお隣に合うですね黒系のスニーカーを皆さんにですね5つご紹介をしていきたいなと思いますまあ、この黒系のスニーカーの中でもですね大きく分けると2種類に僕は分類できるかなと思ってましてまず一つ目がですねテック感あふれるようなハイテク系ジャンルの黒スニーカーですねこのあた このりは最近トレンド感あってちょっとソールもですねボリューム感あるようなものはだいぶ増えてるかなと思いますそれに対してもう一つジャンルがありましてローテク系のですね黒スニーカーもあるんですねこの辺りに関しては機動強出てきたものというよりは割とこう定番的に展開してるような黒スニーカーなんですがまあ改めてですね再評価されていまして着こなしの中のちょっと外しとして使うのもすごくいいかなと思うので僕も何か一足欲しいなと思っているジャンルなんですねそれぞれのジャンルの中から5つ選出してありますのでよかったらですね 皆さんも今後のクロスニーカー選びの参考にしていただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズパッションの今日ですねなるべくわかりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい、ということで、ここから具体的にですね、大人におすすめの黒スニーカーをですね、皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず一つ目は、ハイテクスニーカージャンルから皆さんにご紹介したいなと思います。皆さんもご存知のですね、サロモンのスニーカーですね。まあ、僕がですね、私物として使っているのが、XT6 というモデルでもう3年ぐらい履いているので、まあ、僕の中では大定番になっているような一足なんですね。いまあ、未だにこちらはおすすめではあるんですが、今回はこれじゃないものをご紹介したいなと思ってるんです。 こちらですね ACSPRO というモデルですね結構ボリューム感のあるスニーカーで XT6 に比べると高が高めの印象なんですねボリューミーなですねスニーカーなんですがちょっとこうサイドがメッシュ状になっていましてこの辺りも重たくなりすぎないのがすごくバランスのいいスニーカーかなと思いますあとはですねシューレースを通すですねパーツがシルバー色になっていましてこの辺りもシャープな雰囲気が漂っていて個人的にはめちゃくちゃかっこいいなと思いましたボリューム感があるんだけどもいわゆるこうニューバランスだと かあととはアシックスだとかそのあたりには出ないようなシャープさですね。そのあたりがサロモンの魅力かなと思います。なのでちょっとモード感漂うようなブラックのパンツなんかとも相性がいいですし、個人的には先日ご紹介しましたユニクロのワイドストレートジーンズですね。あのあたりのダークグレーと合わせていただくとすごくですね、グラデーションでハマりがいいんじゃないのかなと思います。もちろんですね、様々な季節に使うことができるんですが、夏場であれば短パンのですね、ちょっと退屈になりがちな着こなしの時に、 こういいいっったたたもののを履いていただくくととすすごくまとまりりが良かったりするのでサロモンの中ではすごくおすすめの一足になってくるかなと思いますサロモンのブラック系スニーカーは様々なですねバリエーションがあったりするので皆さんもお気に入りのものがあったらですねコメント欄で教えていただきたいなと思うんですが個人的にはこの ACS プロをですね欲しいなと思っていますのでぜひ、まあ、皆さんもですね改めてチェックをしていただければなと思っています はい、続いて2つ目のですね、黒スニーカーなんですが、これは僕も愛用しています。他のですね、マファテスピード2ですね。これはですね、サロモンと同じように、ハイテク系ジャンルの中でのおすすめスニーカーの一つになってくるかなと思います。まあ、サロモンに比べるとですね、他に関しては、ソールのボリューム感ですね、これがもうちょっと強めかなと思います。そして、サロモンの方が近未来的で、シャープさがあるんですが、他の方が同じような近未来的な感じはするんですが、 シャープすぎななないような感じでで個人的にはこの他の他雰囲気ももとても好きなんですね、まあ、ブラックがベースではあるんですがマファテスピード2に関してはグレーの色合いがですね強く使われているところもありまして、まあ、サイドのアッパーの部分もですねブラックとグレーがあったりだとかモノトーンで収まるようになっていますし、まあ、グレー系でグラデーション作ってましてライトグレーからミディアムグレーがあったりだとかチャコールグレーがあったりだとか非常にですねこの色使いのですね巧みさというところが際立つような一足になってくるかなと思います まあ結構見た目的には重たそうに見えるんですが、軽量で使いやすいですし、特にですね、夏時期、ショートパンツで合わせていただくと非常に収まりがいいのが、こういったマフーデスピード2になってくるかなと思います。僕の中で先ほどご紹介したサロモンと他の使い分けで言うとですね、サロモンは割とこうシャープな着こなしにもあったりして、ジャケットなんかにも合わせることがあるんですね。一方で他に関しては少しカジュアルな着こなしに合わせることが多くてですね、これから先の季節だったら、マウンテンパーカーに合わせたりだとか、あとはダウンに合わせたりだとか、 ちょっとととススポーテティななアイテムと合わせるのががバランいいいかなと思いますオールブラックの着こなしなんかにもですね非常にバランスよくはまりますし足元に来るとですね結構真っ黒だとちょっと退屈に見えるなと思うこともあるんですがこういったグレーが混じってることで重たくなりすぎない退屈に見えないという点では非常にバランスがいいのがマファテスピードかなと思いますあとは意外とですねホワイト系のデニムなんかで合わせても相性が良かったですので様々な使い方が想定できるんですね、まあ、他もです、ね、いろんなモデルがあるのでブラック系のスニーカー 他にもも良いものはたくさんありますその中でも、マファーテスピード2というのは、重たすぎないカラーリングというところが一つの魅力で、まあ、24,200円。決して安くはないですよね。このあたりも高いなと思うんですが、サロモンに比べると結構買いやすい価格帯なので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもですね、改めてチェックをしていただきたいなと思っています。 はい、続いて3点目の黒スニーカーなんですが、こちらですね。コンバースキャンバスオールスター JOX ですね。価格が14,300円ということで、まあこれはですね、先ほどまでご紹介してきたハイテク系のですね、黒スニーカーとはもう真逆ですね。まあローテクで、なおかつですね、昔からあるような大定番スニーカーとして、まあ皆さんもご存知の通りかなと思います。僕自身もですね、黒のオールスターは散々ですね、履いてきたモデルなんですが、まあ改めて何週間回ってですね、 再び履ききたたくななっっててののがこちらのスニーカーカかなと思っています、まあ、オールスターもカラー展開はですねホワイトだとかオフホワイトだとかそのあたりもあるんですが個人的にはブラックですねブラックと言いつつもですねソールはホワイトでつま先部分にもですねホワイトのパーツが使われているので重たくなりすぎないんですねこのバランスが非常にいいスニーカーかなと思いますちなみにですねコンバスのオールスターって価格帯がいろいろとありますよねもうちょっと安くて7000円以下で買えるものもあったりするんですが、まあ、何が違うのかというと今回ご紹介し 紹介するオールスター J に関しては日本製のものになっているんですねキャンバスのですね素材の質感も7000円台のものに比べるとメが細かくて上品ですし製法自体も違いましていわゆるバルカナイツ製法というもので作られていましてかなり手が込んでるんですね高い耐久性を持っていて履き心地も非常にいいのでこのあたりは通常版との違いは出てくるかなと思いますまあ、せっかくですね大人世代が履くのであれば上級ラインのですねオールスター J-OX の方が個人的にはおすすめかなと思っています 深い部分なんですが靴紐なんですけども7000円台のものは河川なんですけどもこちらにはコットン製のものが使われているので長く使った時の風合いの出方ですねここには違いが出てくるかなと思いますこのようなオールスターみたいなものというのは最初の状態が一番新品で綺麗ではあるんですが履くごとにどんどんですね味わいが出てくるようなスニーカーになってくるので経年変化というところも楽しんでいただくといいかなと思うんですね、まあ、そのあたりは7000円台のですねものと比べるとこちらのものの方が良い雰囲気で 経年変化が楽しめるので圧倒的におすすめかなと思っていますまあ、様々な着こなしに合うんですがブラック系の綺麗めなパンツに対して外しとなるようなですね少しカジュアルなクロスニーカーというのはハマりがいいんですね意外とセットアップに合わせていただいても相性が良かったりしますし様々な着こなしにもスッと合わせられるのがこちらのですねオールスターの魅力かなと思っていますもうシンプルに白 T に対してブラック系のややワイド系のパンツそしてこちらのオールスターを合わせるみたいなスタイリングみたいなものもですね 個人的にはハマりがめちゃくちゃいいかなと思うんですねしかもそれが履き込んで紐の色がですねちょっと汚れたりだとかソール自体も少し色が基盤できたりだとかそのあたりから妙に色気を増してくるので経年変化も含めて育てがいがあるようなスニーカーかなと思います、まあ、僕ら世代だと若い頃にですね一度は履いたことがあるような名盤かなと思うんですが今改めて履いてみるのもなかなかですね良い外しになっていいかなと思うのでぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています はい、続いて4点目のスニーカーなんですが、アディダスから選出をしてみました。以前皆さんにもですね、サンバをご紹介してたかなと思うんですが、もうだいぶですね、街でもサンバを見かける機会も増えてきましたし、かつてはですね、なかなか買えないようなレアモデルでしたが、最近ではですね、割と買いやすくなってきてるかなと思います。まあ、そんな中で今回はですね、あえてサンバではなくて、こちらのですね、モデルをご紹介したいなと思います。シュタットというですね、モデルになるんですが、価格はですね、1万2100円ということで、今回 今回ご紹介すする中でも比較的いいやラサンバに関しては、基本的にはツルっとしたレザーの面がですね、ベースで使われていまして、ところどころにですね、スウェードのようなパーツが使われていますが、一方で、シュタットに関してはですね、こちらは全体的にこう、スウェードのような上品な素材使いになっていまして、アディダスの3本ラインですね、サンバに関してはこちらはホワイトで配色されていますが、シュタットに関してはですね、ブラックになってまして、素材もスムースレザーのような、ホワイトですね、微光沢があるような素材を使います。 使われていますでソールに関してもですねブラックなのでもう本当にオールブラックのスニーカーとしてより大人っぽい雰囲気になってるんですねデザイン自体はそんなに大きくですねサンバと変わらないんですが素材使いが変わることでだいぶ見え方も変わってくるかなと思いますまた街で履いてる方もほとんどいないようなブラック系スニーカーなので人との違いを出すという意味でも現在選ぶのであればこのシュタットはかなりバランスがいいんじゃないのかなと思っていますまあ、様々な着こなしに合わせがしやすくてユニクロのですねワイドデニムのダークグレーと合わせていただいて モノトーンでまとめていただくのもいいと思いますし、ブラック系のパンツやホワイト系のデニムなんかにも相性がいいかなと思うので、ローテック系の中ではこれまた非常に使いやすいかなと思います。ぜひ皆さんこちらもですね、チェックをしていただければなと思っています。 はい、続いてラスト5点目はですね、こちら、エイトテンスのシチューデンというモデルですね。価格は6600円ということで、今回ご紹介したものの中でも圧倒的に買いやすい価格帯なので、まあ、トライもしやすいんじゃないのかなと思っています。まあ、このですね、シチューデンというモデルはエイトテンスというブランドの中でも定番的な位置づけなんですね。まあ、8テンスというのはそもそもムーンスターというブランドがありまして、その中から派生して生まれたのが8テンスというブランドなんですね。ムーンスターといえば僕たち世代で言うとですね、上履きのイメージ イメージだとか作業靴なんかで持ちられるようなものをですね、もう真摯にクルメで作り続けているブランドなんですが、そこからこうファッション性の高いシューズブランドとしてエイトテンスが立ち上がって、その中でもシチューデンというモデルは結構人気で長く愛されているモデルなんですね。今回ご紹介したのはこちらにですね、スティーブンアランという僕が大好きなブランドがあるんですが、そちらが別注をかけたモデルになっていまして、まあ、通常だとですね、リフレクターがついてるんですが、そのあたりは排除して、なるべくですね、オールブラックでシャープにまとめてあるのがこちらのモデルになっているんです。 ですねまあ、見た目でいうとソールにボリューム感があって少しですねテック感あふれるような見た目になってるかなと思いますその辺りでいうと先ほどご紹介した他のスニーカーとかその辺りの路線にちょっと近しいところがあるんですが他もサロモンですねやっぱり価格でいうと2万5000円とか3万円オーバーになってくるのでなかなか気軽に取り入れづらいのも事実かなと思うんですねそれに対してトレンド感あるポッテイとしたシルエットでなおかつですね価格帯も抑えめのですねこの810はかなり使い勝手がいいんじゃないのかなと思います、まあ、そもそも6600円 600円でスニーカーってなかなか買えないのでファストファッションブランドのモのとかになってしまうかなと思うんですがまあ、その中でも810というブランド自体はストイックに靴作りにですね向き合ってきたムーンスターから派生したブランドという安心感もあるのでそういった意味ではこちらのスニーカーはすごく押せるような一足になってくるかなと思っていますやっぱりこちらもですねちょっとワイド感あるようなボトムスに相性が良くてブラック系のデニムワイド系のパンツそのあたりもハマりがいいと思いますしちょっとワイド系のですねデニムスラックスなんかにも相性がいいかなと思うのであまり スニーカー自体を目立たせるのではなくて着こなしの中に馴染ませながら雰囲気を楽しむとすごくいいのがこちらのスニーカーかなと思っています特にブラック系のワイドパンツとつなげてしまえば足長効果もあって今っぽさが抜群に漂う一足かなと思うのでぜひ、まあ、皆さんもですねコスパ最強というジャンルの中でこちらのですね8 1 0のシチューデンもチェックをしていただければなと思っています はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では大人に似合う黒スニーカー5000というテーマでお届けをさせていただきました。旬なサロモンですとか、他この辺りもお伝えしつつ、ローテック系のコンバースだとか、アイラスもご紹介しましたし、あとは見た目的にはハイテック化もちょっと漂うんですが、まあ実際はローテックで価格帯も抑えめのですね、8点数までご紹介しました。ぜひ皆さんもですね、ご自身のスタイルだとか予算感に合うものをですね、今回の動画の中から選んで、黒系のスニーカーを楽しんでいただきたいなと思っています。またこの他にも 優秀ななな黒系ののスニーカーカはあるかかとと思思うのでで皆さんんもです、ね、よかっったたらコメント欄に書き込んでいいだければなと思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべく分かりやすく解説していきたいなと思ってるんですが普段の動画の中ではなかなか扱いきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては僕がもう一つお願してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています週に2本のオリジナルの動画とそれに加えて週に1本ですね週末にライブ配信を行っていまして皆さんから いただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので気になる方はですねこちら動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています以上スタイリストのしゅんでしたまた次回の動画もお楽しみに